この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしていきます。本日も解説していただくのはスポーツ報知の長谷明紀記者です。長谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。7日間開催で行われている日本財団会長杯、本日3日目を迎えました、はい、さあ長谷さん、まあ、今節もレースの話なんですけれども、うん、エース陣がね2連隊のこう低いモーターを引いたので大混戦になるよって言われていましたけど、はい、本当に大混戦ですね。でしょ、選手聞いたらまだね、うん、はい、今節もシリンダーケース変えられないらしいんですよ。あ、じゃあセット交換はブーな、ない。それで、うん、でキャリアボディも抽選制だ、まあ、前回のレース時と同じだから、はい、うん、だから結局劇的に船足変わらないんですよ、ね、まあ、キレキっていうのは本当そのままキレキ通りだと思う、はい、うん、じゃあ7日間レースっていうのは長いですね。だからね、はい、まあ、船足がいい人にとってはもう気持ちがいいけどね、はい、出てない人はどうしようかっていう感じがする ね、 ね、まあ、そしてね昨日は特に2日目が A1 選手がね船券に絡まなくて、すごい後輩と悲しい顔してるね。いやいや、もうなんかねちょっと悲しくなってきたんですよ頑張れ長崎支部と。なかなかね、なんか期待してるけどちょっとなかなか結果に結びついていませんよね、うん、はい。そしてね長谷さんが昨日展望番組で推してくださっていた船足のいい2人がフライングに散ってしまいました。マトリー、コータ、田川大輝、フライング切ってね、うん、特に朝田波で出してたね、マトリー選手が出ないと切ってね、うん、もう後半もスタート全く行けなくて、ね、行けなかったですね、うん、あ、ちょっと最近大村本当フライングが多いですね。多いですね。選手に聞いたら風がすごく変わって難しいって言うけど、はい、でも入れなきゃね、うん、こればっかりスタート入れなきゃしゃっくりと。そうですね、うん、まあ、そして、昨日ね第12レースの方は村上亮選手がこう逃げて、はい、樋口亮選手と両立で、はいはい、まあ、そこはね両立って言われてましたけど、ね、はいはいはい、的中でしたよ、はいはい、まあ、ただね、2日目終えましてトップは樋口亮選手。樋口選手ね、うん、初日が1回走でね、うん、1着取って昨日1位に、はい、昨日49歳の彼誕生日だったんですよ、樋口亮。そうなんですか。そうそうそう、それはね樋口亮選手にね49歳おめでとうって言ったら、はい、もう年ですね僕もって体痛いよって言ったら何言ってんだよって話なんですよ、ね、でもじゃあいい着取りで来てね。いやでもね、うん、本当前勤日 の、 SG のままでもらったままだと良くなかったって、はい、だから自分なりに叩いて、うん、中堅ではあるけど、まあ、前堅よりは上向いてますよというお話でしたね、うん、そうなんですね、はい、まあ、そして、2位以下がですね、うん、ちょっと3人並んでまして、はい、山口真希子選手、そして山崎浩介選手、山口雄二選手、8.33 で並んでおります。でもこの中ではね、うん、やっぱり山口真希子選手の足がいい、はい、本人も言ってた、うん、直線が強いから、はい、追いつく感じがあるって、うん、なんか捕まえる感じがありますよ。だからいいんですよ。だからね、うん、ちょっと今日の山口真希子選手の番組見ると、はい、まあ、1レースから登場するんですよ ね、うん、そうですね。1レースが4号艇でしょう、はい、ここ勝って後半9レース1号艇だからね、はい、うん、初日にとってまた連勝する可能性があるから、ここ取っちゃうと山口真希子足がいいくて上に行って、はい、うん、予選上位で終わる可能性がありますから ね、 そうですね、楽しみですよね、はい、もうぜひ皆さん今日も注目していただきたいと思います、はい、そして山崎浩介選手オール2着なんですけど、ただね、あの SG ではこれあんま良くなかった、うん、はい、本人引いた、でもそこまでね、うん、下がったりはないから、うん、エンジン自体は悪くないと思う。そうなんですね。ただやっぱりターンでキャビる感じがあるので、うん、そこをちょっとねプロペラでうまく合わせたいと言ってましたね。あ、そうなんですね。だから下がったりはないって、うん、でもね、そうだから、あ、このエンジン SG 悪かったよって言ったら、そこまで悪くないと思いますよと言ってた。もうあの山崎浩介選手がいつもタイムを出すから、もうあのアフロで多分出るんでしょうねアフロ分で出してるの。そんなことないよ。そしたら吉川優作選手も出さなきゃね。もう、うん、そうだね、はい、でもアフロはメット被ってるからアフロなんないからねそうです、ね、何言ってんだあとで、ね、山口雄二選手は、ね、うん、やっぱりこれ、うん、あんまり使われてないまだエンジンだから、はい、うん、展開で拾ってのレースが多くて、コメントはやっぱり変わらず良くはない。あ、そうなんですね。やっぱ言ってた。でもね、そこは辛口なのか、まあ、まあ確かに良くはないね。ギリギリ普通でも普通ないなと気がする。あ、そんな感じですか、はい、まあ、ただね、選抜メンバーの3名が20位、24位、27位と大苦戦しております。それ誰、下條選手と、はい、吉田一郎選手と桑原優選手、はい、そうです。ちょっと彼らは、まあ
でもまだ予選が残り2日間あるから、はい、今日ちょっと踏ん張っておきたいでしょうね。そうですね、はい。まあ、ただちょっとね、先ほど長谷さんが言われていたそのセット交換ができないとかで、うん、大きな上積みはどうなんですかね。そうそう、だからやっぱり、うんうん、そこはプロペラで調整するなり、うん、スタートでカバーするなり、うん、まあ、レースでターンでカバーするなりしかないですからね。そうですね、まあ、そういうところも見ていただきたいと思います。はい、さあ、それでは本日も長谷さんには2レース予想いただいております。まずは注目レースです。はい、こちらです。第12レース挙げていただきました。ここ見どころなんですが、ミスター大村石橋道友選手の相手探しということですね。さあ、ここ道、ね、石橋選手が A1 レースはただ1人いますからね。うん、はい、選手の級別見ると、うん、榎木浩二選手6号艇が A2 でね、うん、2から5までが B1 なんですよね。はい、新入もね、前付けなくて枠内ですからね。うん、もう石橋選手インも強さもね、もう断トツですからね。はい、スタートも早いしね、うん、足もそんなに悪くないと思うけど、だから、はい、負けられないっていうか、うん、もう順当にも押し切るレースじゃないかなと思うんですよね。そうですね、だからもう焦点は相手探しだと思うんですよね。うん、はい、船足で言えば栗山選手が伸びてる、うん、ただ重たいんだって。うん、だから回すように調整するよりもちょっと重たいんで、もう少し回してみよう。でも、はい、もう少しその回すと伸びが落ちる可能性もちょっとあるんですよね。うん、でもね、現状は伸びはいい、ただ重たさがあるというのと、あとね、はい、2コースがスタートがねあんまり早くない。スタート順位見てると、まあ4番目とかだからちょっと後手を踏むスタートなんですよね。はい、逆にね、スタート行くのはね3番谷川選手、3コースのスタート早いんですよ。はい、本人のコメントはね、まあ、どこの足も丸でいい人と比べると直線弱いって。ここでは伸びる選手はまあ栗山選手ぐらいなんで、そこからは伸びられないと思いますんでね。じゃあ3番谷川選手、先手だからぶん回っていくレースになるかもしれませんよね。はい、岡本選手は着をまとめてるけど、まあ、今で現状でいっぱいかなという話。だから別に普通はあるけど、これをキープしたいって言ってましたね。もうちょっと上積みは難しい感じでしょうか。って本人言ってましたけどね。うん、あと重山選手は伸び方 0.5 試してもそんなになんか伸びる感じじゃないんで、まあ、0度で調整してるところで。ただやっぱり前回大村でね、フライング切ってるんでね。はい、スタートですか。スタートがやっぱり怖いというか気を使うって言ってました。だからどこまでいければですよね。そうですね。榎木選手は悪いなりにも初日と比べたら上向いていってますよってことだけど、まあ、現状で普通くらいかなって感じますね。はい、だからどうしても6コースになっちゃうので、うん、ちょっとまあ展開待ちですよね。そうですね。じゃあ石橋選手の相手、さっき言ったようにセンターから谷川選手がスタート早いのに彼対抗、うん、そしてまあ伸びてるのは栗山選手。はい、ここでもう1、2着決めようかなと思ってね。3着は印の回ってる岡本選手プラス榎木選手、やっぱ A2 レーサーなんでね。そうですね、ここ3着入れておきましょう。まあ、道中で上がってくることもということで、はい、もう狙い目はもうここはなしですかね。もう負けないと思いますので、うん、狙い目なしです。はい、わかりました。はい、第12レース、このようにフォーカスいただきました。ぜひ皆様参考にしていただきたいと思います。それではあのコーナー行きたいと思います。はい、困った時の長谷田の目。さあ、長谷さん、見つけましたか今日はあんなレース。うん、見つけましたけどね、うん、昨日みたいにね、船君前半レースフランク来ちゃダメですよ。そうですね、もうそうなったらもう狙いも何もないんですから、うん、ただ昨日から、うん、あ、昨日、いや違う、初日からだ、うん、あのナイター照明がね、つく時間帯ぐらいから後輩党が生まれてるんですよね。なぜかな、なんでなんですかね。後輩党ということは、うん、インが負けてるってことなんですよね。はい、うん、もう選手に言うと、とにかくスタートが難しいんだって、はい、風が変わる。だから、展示と本番が違うから、どっちの風って思ったりするんだって。だから、裏返しで見てると、そうらしいですよね。あのスリット付近が向かい風が吹いてるなと思ってるんですけど、うん、あの多分選手から見える位置の空中線は揺れてなかったりとか、うん、ああこれ選手この風って分かってるかなって思いながら、だから意外とあのね、後半レースのレース間特訓を終えて、うん、写真みんな見に来るんですけど、えっていうコメントが多い。なんか、あ、届いて早かったり届いてなかったりとか難しいって、はい、だからちょっと天気が、まあ夜になってくると普通は風は弱まるけど、はい、ちょっとその辺が微妙みたいですね。じゃあスタートが難しいということなんですね。らしいですね。はい、さあ、それでは長谷さんの挙げてくれたレース見てみましょう。はい、第10レースを挙げてくださいました。昨日吉田一郎選手インから3着だったんですよね。でもあのスタート07決めてたけど、はい、中へこみだったんですよ。そうですね、完璧な中へこみ。
ただ吉田一郎選手が言うにはこれやっぱり SG で湯川浩二選手が苦労したやつだから、はい、そう簡単には治んないよって、やっぱり足は弱いって言ってた。でもここただ一人の A1 ですからね、負けられないですね。昨日負けたから今日は2位だ吉田一郎選手でしょ、はい、さあ、うん、相手誰するかちょっとね、はい、いや足で言うと吉川選手はキャリアボディへ戻して、うん、まあ、本体整備したとやっぱ弱いらしいんですよね、はい、あと残りで言うと、うん、まあ、体重考えれば北村選手は足はいいと思う、はい、ただ昨日はちょっと初日はね回り足が良かったのが、うん、昨日は乗り心地が落ちたらしいのでね、うん、そのあたりがちょっとどうなのか気になるんですよね、はい、対抗したのはね4号艇尾崎選手、はい、前回の大村、まあ、短期決戦でしたけど、うん、準優1号艇とかなるんですよね。そうでしたよね。結局ねちょっとね、うん、プロペラうまく合ってるんですよね、大村水面にうまく合わせてる。だからこれ彼の 11% の足じゃないんですよね、うん、ただ彼が言うには、はい、体幹乗ってる感じがもうちょっとなんでそこをプロペラで合わせたい、だから足そのものは悪くないって言ってるんでね、うん、はい、さあ4コースが攻めていかないかなと思ってるんですよ。だから尾崎選手が攻めてくれると待ってましたが宮本夏樹選手ですね、はい、うん、でまあ、上野選手もちょっと最近ね2コースが船券あんまり絡んでないんだけど、スタート行けばね、はい、粘れると思ってね最後の印回した。だから1からは4号に4号にのフォーカスを出してみました。はい、さあそして狙い目なんですがちょっと読んでいいですか。どうぞ。夏嫌い、いや夏好きになってよ、宮本夏好き選手ですか。そうそうそうとにかくね、はい、夏って入ってるぐらいだからね、うん、誕生日見たら、うん、何7月21日もあれ何、ま、夏よ何夏男ですよ、うん、本来は。そうですよね、夏好きならばですね。でも夏が嫌いな、なんでと暑いからで、いや今日暑いのはみんな一緒だよでも今季の勝率見るとやっぱ4点台ってちょっと落とす。前期も確か夏場落としたんですよね、うん、夏嫌いなんですね。でも、うん、夏は嫌いにならないでってところでね。そうですね、あの男だよ、うん、ここは尾崎選手が攻めていってくれたら展開はありますよ、うん、はい、足はね悪くないの。昨日はちょっと風の影響でターンが流れたって言ってたけど、うん、下がる足じゃないし、はい、彼もこの 17% の足じゃない、うん、てかとにかく尾崎選手がと一緒にスタートで、うん、まあ宮本選手が連れていく感じですよね、うんうん、連れて行ってくれてのまくり差し、はい、一応4が攻めるんで5-4-4-5を折り返しました、うん、あとまあ吉田一郎選手とね、あとまあ体重軽いの北村ねね選手、うん、ここが絡んだら美味しいのかなと思ったんでね、指定で宮本選手と北村選手、うん、はい、本日はね宮本選手のお弟子さんね北村選手とね、うん、森日向選手いるからね、はい、でね僕、うん、彼にね本日あれだね指定だねって言ってた。でも長谷さん、うん、女の子に対して弟はどうですかとか、じゃあ弟弟子妹子妹子じゃない、妹子ってなったらそうですよね、妹子妹子じゃないよ、ね、いやいや違いますよ、ダメですよ、怒られますよ。ちょっとねだから4が攻めていってくれた時の5の差し、うん、穴男、うん、夏好きになってってことでちょっと5の頭出してみましたいやもう全然このレースとは関係ないんですけど、宮本選手の走るレースって本当なんか穴があるんですよね。そうそう、だから本当に彼は別にオッズを見てるわけで、もういつのレースも全力投球だ、うん、とにかくね、はい、売れてない時は特に頑張りたいなって、もう穴出してやりますよ。昨日は自分が陰線で穴になっちゃいましたからね、だから今日は勝って 穴出してよ。そうですね。さあということで第10レースはこのようにフォーカス上げてくださいました。ぜひ皆様船券予想の参考にされて本日も最終レースまでお楽しみください、はい、ということで本日も解説していただきましたのはスポーツ報知の長谷明憲記者でした。長谷さんありがとうございました。ありがとうございました。